金万寺三年九月二十日は徳川家康の即出。名は夏、または夏。父は伊勢北畑家の旧審であった長谷川藤忠。兄は長谷川藤弘。伊勢北畑家の旧審であった長谷川藤忠の娘として生まれる。兄の長谷川藤弘が徳川家康に仕えていたことから、慶長を二年に17歳で二条城の奥勤めとなり。 当時56歳であった、家康の側室となる。慶長19年の大阪冬の陣では本陣にぐぶし夏の陣では伏見城に留守をした。家康の長愛を受けていたがか宝には恵まれなかった。現那2年に、家康が没してからは落職し記憶もイントコをし、駿府城から江戸城三の丸に移り住み、武蔵国中野にまかない領五百国を与えられる。後に、 小石川五門内邸に移り住む。明暦元年、江戸幕府の内院によりおいで、和歌山藩士、五郎兵公事家の孫の三郎左衛門当該を、養子として、一家を創立。万治三年、死去。去年八十。改名は、記憶も因心、誉れだ皇室大前上に。この時の江戸幕府は、すでに四大将軍、徳川家綱の時代となっており、 当時の記憶萌院は唯一生存している家康の側室として晩年は大事にされていた。墓所は東京都小石川の伝通院。また、伊勢国山田に記憶萌院を創建。同時は別名でお夏寺と呼ばれている。間野江町、徳川家康と戦国武将の女たちハット AB 派が昇る日本女性人命辞典、秋元茂日、徳川将軍家母ヒ相乱。 ありがとうございます。